石抹茶チャンネル、ふぅ石抹茶、石抹茶、こんばんは。今日は南海浜寺公園駅でストリートライブを行ってきました。浜寺公園駅ね、かなり静かな場所でね、駅のすぐ真ん前にマンションがあって、でやっぱ駅前で歌うのはちょっとだいぶ迷惑やなと思ったんで、浜寺駅前駅っていうの前ストリートライブしたんですけども、そこの時にあった浜寺公園の中でね、ストリートライブを今日行ってきました。新曲初披露ということで、いつもの、新曲歌い切るまで帰れまへんをちょっとやってみました。短い曲やったんでね、意外とすんなり終わっちゃっていつもやったら結構1時間ぐらいほんまに失敗したらまた最初から やり直しで歌ってって1時間ぐらいやってるんですけど、今日は多分15分ぐらいで終わったんですよね。意外とあっさり終わっちゃったんで、まあそれ以外の曲もねちょっといろいろ歌ったりとかして、今日も楽しくストリートライブができました。早速ご覧いただこうと思います。どうぞ。じゃあね、
しみの後に必ず来るはずのハッピーエンド。ロマンチックに、ロマンチックに、なぜならどう考えたって今だろう。何か間違ってる、教えてくれよ。声は夜の闇に消えていく。実ることなく枯れていく。死にたくなる気持ち抑えてる。咲き